まだ虎次郎山田宗有昭和32年2月13日は実業家茶人。茶道総編流の第八世家元であるが家元継承以前の山田虎次郎の名で実業界でも活躍した。明治25年にエルトゥールル号遭難事件の義援金を届けにオスマン帝国に渡って以来日本とトルコの交流に深く関わった人物としても知られる。 宗有は、幕末の慶応2年に、沼田藩養人、中村武史佐右衛門の次男として、沼田藩の江戸上屋敷で生まれた。中村家は祖,祖父の代から、家老職を務めていた。8歳まで沼田で生活し、明治維新後に上京した。明治14年に、総変流家元、山田家に養子入りした。総変流は、虎次郎が生まれるより以前に六世家元の山田。 総学が死去し、その妻が七世を継いで山田総主と称していたが、修学夫妻の間には後を継ぐ子がいなかったため、後継ぎとして虎次郎が迎え入れられたのである。しかし彼は佐藤の家元を若くして継ぐ医師に乏しかったらしく、明治十六年に家元総主が亡くなった後も家元を襲名せず、進んで言論会に入って陸勝南、福地玄一郎らと交わった。佐藤は、 皇帝の中村宗友に任せていた。東京で書生として暮らしながら、政治活動、出版事業に手を広げ、高田露ロの書状作を出版社の金庫堂に売り込んだこともあった。明治23年、訪日から帰国途上のオスマン帝国軍艦エルトゥール,ル号の遭難事件が日本中に大きな衝撃を呼ぶと、虎次郎は、 民間から義援金を集めて犠牲者の遺族に寄付することを思い立った。彼は信仰のあった日本新聞社の陸活難に働きかけて募金運動を起こした。日本中で演説会をして回って2年をかけて5000円の寄付を集めた。当初はトルコへ送金するつもりであったが、その方法について外務大臣の青木修造と面談したところ持参を勧められたという。 明治25年4月、トラジローは義援金を携えて、オスマン帝国の首都イスタンブールに到着し、早速オスマン。これにより、彼が遠い日本から民間人でありながら、義援金を持って自らやってきたことが知れ渡ると、彼はイスタンブールの官民から熱烈な歓迎を受け、皇帝アブデュルハミト2世に配置する機会にすら恵まれた。この時に彼が、 皇帝に献上した成果の中村家伝来の甲冑や、たちは、現在もトップカップ宮殿博物館に保存、展示されている。1894年6月30日付で、虎次郎が、第100銀行の池田健造に宛てた書簡によると、滞在したのは1892年4月から、数ヶ月間で、その際、オスマン商工会議所内に自ら持参した。 日本商品を商売の見本として陳列し、日本品販売所を開設できるよう準備をして帰国。再来訪した1893年から1894年にかけて販売所を開き、その後、大阪の中村健次郎の出資を得て、中村商店として開店したと推測される。虎次郎は、アブデュルハミト2世から、士官学校での日本語の教育や、 東洋の美術品の整理を依頼され、イスタンブールにしばらく滞在していた。そのうちにトルコに愛着を覚え、イスタンブールに泊まって事業を起こすことを決意した、と自伝では述べている。明治29年、一時帰国を経て再び、イスタンブールにやってきたトラジローは、イスタンブールの中村商店の現地支配人となり、日本との間での貿易事業を始め、以後、 日本とトルコの間を何度か行き来しながらイスタンブールに滞在した。この頃の中村商店の実態、トラジローの活動については不明な点が極めて多い。トラジローはイスタンブールに継続的に泊まることはなく、周辺諸国の探訪や日本への一時期間など活発に活動していたことが確認されているが、その詳細は必ずしもつまびらかではない。 1899年に一時帰国した時に、大阪中村商店の経営者である、中村九兵衛の娘、中村民と結婚し、中村一族と結縁となる。子供も儲けたが、妻子は大阪に置いたままで、日本に落ち着くことは、ほとんどなかった。虎次郎がイスタンブールに滞在していた当時、日本とオスマン帝国の間では、違い法権の問題から、 国交交渉が進展せず、正式の国交がもたれなかった。こうした事情もあり、彼はこの町で、ほとんど唯一の日本人長期滞在者であった。そこで、イスタンブールを訪問する日本人たちは、官民、公用使用を問わず、皆、中村商店を訪問し、虎次郎に様々な便宜を図ってもらっていたという。虎次郎の接遇を受けた人物に、徳富祖法、 深い英語、伝天二郎、松永武義、朝日奈知仙、望月小太郎、池部義太郎、徳川頼道、鎌田栄吉、寺内正武、橋本慶三郎、中村直吉、伊藤忠太などがいる。彼のイスタンブール滞在中に日露戦争が起こった。ロシア国会艦隊所属の艦艇三隻が、商船に偽装して、ボスポラス海峡を通過したとの情報が、 イスタンブールから在ン日本大使館を経て日本に送られ重要情報として高い評価を受けたことが知られている。トラジロが晩年語ったところによればこの監視と打電を行ったのはトラジロ自身であったという。ただし近年の研究によりトラジロや中村商店の情報収集は不十分で選挙を左右するものではなかったことが明らかとなっている。このように彼は イスタンブールにおいてヒチ両国の政府関係者とつながりを持ち、トルコにおける日本の便益を図った。この時期のトラジローはいわば日本の民間大使であったと言われることもある。トルコ滞在中のトラジローは、アブデュルハミト2世からトルコ人たちの呼びやすいムスリム名をつけられ、トルコ人の友人たちからは、ムスリム名、アブデュルハリルヤマダパッシャと呼ばれていた。 彼が正式にイスラム教に改修する手続きを行ったかどうかは定かではないが、後にトラジローは当時は心情的にはイスラム教徒に近かったと語っており、そうしたことから彼は日本人ムスリムの草分けの一人に数えられることもある。大正三年第一次世界大戦が勃発するとドイツなど中央同盟国側に引き入れられつつあったオスマン帝国の対外情勢は緊迫したため、 トラジローはイスタンブールを最終的に退去、帰国したとされる。しかし、イスタンブールを訪れた日本人が残した様々な記録を調査した近年の研究によると、トラジローがイスタンブールを離れたのは1906年頃とされる。胸ありの孫娘である渡り月子の調査によると、第一次世界大戦前、トラジローは皇帝のために 日本から工芸品や大工道具などを取り寄せたり、生きた鳥と、その世話をする鳥貝のとこを手配したりしており、オスマン帝国内を自由に行き来できる証明書を与えられていた。また、トルコで世話した日本人のうち、伊藤中太とは、特にこまめに葉書で近況を知らせ合っていた。日本へ戻り、大阪に今日定めたのは1905年であるという、トルコの地で商売を始めたトラジロは、 これを手がかりに、日本の実業界に進出しようと考えたが、彼が当初手がけたひどまぬ貿易事業は、両国の間で交流がほとんど行われていなかったため、将来的な発展性に乏しかった。そこで虎次郎は当時、輸出のためオスマン帝国の領内で盛んに製造されるようになっていたタバコに目をつけた。これは1900年に、大倉省の橋本慶三郎と、 農学博士の佐々木善次郎がタバコ調査のためにイスタンブールを訪問した際にトラジローが接遇したことがきっかけだった。明治37年、日露戦争の戦費年出のため日本の大蔵省がタバコの専売性を強化し、材料の買い上げから製造、販売まで一括して独占的に行うようになったのを機にトルコのタバコ工場から日本に技術を導入して、 紙巻きタバコを巻くのに使うライスペーパーの製造を国産化し、大倉省に納入することを計画した。明治38年、実業家の井上康次郎や中村商店の中村、旧米らが大阪で東洋製紙株式会社を発起し、虎次郎も監査役として加わり、日本最初のライスペーパー製造を開始した。同社の事業は軌道に乗り、一時的には、 大蔵省専売局で使うライスペーパーを独占的に生産する成功を収めた。ただし、虎次郎自身は明治42年に関西役を辞任し、東洋製紙の経営からは離れている。第一次世界大戦の勃発に前後して、帰国してからの虎次郎は製紙業に専念し、長く関西実業界で活躍した。虎次郎が日本国外や、 実業界で活躍する間、家業の総編流は40年近くにわたって家元不在のままであった。大正12年、57歳の虎次郎は弟子たちの混成によって家元を襲名し、総編流第8世山田宗有となる。家元として宗有は流派の組織化を進め、帰還し、地位を創刊するなど、総編流の進行に尽力した。また、 総編流が赤穂浪士のキラテー打ち入りに間接的に関わった中心ぐらいゆかりの流派であることにちなんで東京の墨田区で義士茶会を始めるなど全国で作動を広める活動を盛んに行っている。一方で家元襲名後も虎ロ郎は実業界からは手を引かず昭和2年には水田製紙を創業した。同社は昭和11年に三島製紙と合併するが その後も経営に関わり、三島聖子の社長、会長を歴任している。また、トルコとの親善交易にも関心に持ち続けた。オスマン帝国に代わり建国されたトルコ共和国が日本と国交を結んで、東京にトルコ大使館が開かれると大使と大阪の財界との間を取り持ち、大正14年に大阪財界主導で日付貿易協会を設立、その理事長に就任して、 日本とトルコの間の貿易を行った。第一次世界大戦後に誕生した新生トルコ共和国は国内産業保護のために諸外国との貿易事業を厳しく制限し、イスタンブールにあった日本商品館も閉鎖された。日付貿易協会は貿易対象国をトルコ周辺のバルカン半島諸国やアラブ諸国などにまで広げ、 1937年には名称を均等貿易協会と改めた。昭和6年にはトルコを再訪し、イスタンブールに滞在して、現地の財界から大歓迎を受けた。また、ムスタファ・ケマル大統領に、首都アンカラに招かれて面会したが、ケマルは、士官学校で、トラジローが日本語を教えていたとき、自分もその中の一人として日本語を教わった、思い出を語り、 大変な遊戯を示したという、トルコ訪問に合わせ、貿易の活路を求めて、ギリシャの商品見本市にも参加し、昭和8年には、ギリシャの大阪駐在名誉領事に就任。第二次世界大戦勃発に伴い、1939年には、日本とトルコ間の通商関係はなくなった。大戦末期の1945年には、 トルコ大国民議会が日本との断交を決議。中トルコ日本大使館は閉鎖され、2月23日にトルコは日本に宣戦布告した。昭和23年、トラジローは三島聖子の会長を辞任して実業界から離れ、以後は茶道に1 0年90歳で没した。トラジローの息子である山田総意が1975年に家族連れでトルコを訪問した際には、 大歓迎されたという。孫の渡り月子は、渡り梅美術館を経営する、渡としにと次、四人の子育ての、片タ堂道美術館のディレクターを務め、2000を出版した。明治の階段寺トルコへ飛ぶ、山田虎次郎伝。P213。明治の階段寺トルコへ飛ぶ、山田虎次郎伝。PP70 から72。明治の階段寺トルコへ飛ぶ、山田虎次郎伝。 P ーナ・ナチュー通海群馬の人物伝、P55、ハット ABCDEFGHIJKLM、N イスタンブールの中村商店をめぐる、人間関係の事例研究、徳富祖法に充てられた、山田虎次郎の書簡を中心にディュンダルメルト藩、三沢信夫、東洋大学社会学部企業、2009から03、諸聖商人、ロハン州、第一巻、高田ロハンチ 通海群馬の人物伝、P56ABC 渡り月子、祖父、山田虎二郎の夢をう軍艦遭難で、トルコに、義援金寺山民間交流の石杖駅付く、日本経済新聞長官2017年12月15日2019年8月1日、閲覧、明治の階段時トルコへ飛ぶ、山田虎二郎伝、P108AB、東洋製紙株式会社遠隔市大阪、 駐在キリシャ国名誉領事山田虎次郎へ5人家常語家府の建国立公文書館、昭和8年9月28日トルコの対日戦線は他の連合国の要請、圧力による形式的なもので実際の交戦はなかった。中津県、講座7、明治の男子は星の数ほど夢を見た。中津県、2018年2月9日。 渡り月子さんインタビュー父親が語る祖父の冒険談が楽しみだった。明治の男子は星の数ほど夢を見た。夢見ることで世界は広がると伝えたい。クロワッサンマガジンハウス2018.0312ありがとうございます。